では第3弾いってみましょう。まずはじめに前回1から6まで勉強していきましたが、次は7からですね。このカードです。はい、ザ・チャリオット戦車ですね。いいカードです。ここがスフィンクスになってます。まあ絵によっては犬とか馬とか、うん、そういったものに変化しているものもありますが、このカードではスフィンクスですよね。まあスフィンクスだと動かないイメージはありますけれども、昔の戦車といえば自動車代わりに使っていたとか、戦いに使っていたということなんですが、このスフィンクスを、まあ、基本馬だと思っていただいて、まあ、これを動かしてで戦うわけですね。この方で昔の戦車は前にしか進みません。こう後ろにはバックできなかった。バックするときはこうヒューッとやっぱり前を向くしかなかった、ね、大回りをするしかなかった、まあ、これは映画とか見ていただければお分かりいただけると思うんですけれども、で前進むしかないということを踏まえた、このカードは何のカードなのか、現代でいう戦車とは何かをまず考えていただきたいですね。今は車です。はい、なので車と書いてあるところに丸をつけておいてください。であとはですね、これどんどんイケイケカードというふうにうちの教室では言っています。そうやって覚えると、あ、どんどん行っていいんだとか、どんどん進め、どんどん良くなるとか、うまくいくよというようないいことがあるなど、考えていただければ結構だと思います。なので車をイメージするものと、どんどん良くなるよ、どんどんイケイケカードと覚えてください。何でも使えると思います。タイプとしては、まあ、引っ張っていってくれるタイプの男性と書いてあるんですが、体育会系です。で、ドライバー、営業、積極的、スポーツなどはやっぱその方の向いているもの、趣味あるいは、職業ですね。まあ、スポーツ系だとインストラクターも大丈夫ですし、車の営業だとかドライバーの職業です。はい、この2つを覚えていただければ結構です。じゃあこれが逆位置になった場合なんですけれども、はい、どんどんイケイケカードをいけなくなると覚えてください。思い通りにはいかない状況という言葉を覚えておくとすごくリーディングしやすいですね。どんどんいけないということは思い通りにならないよということですね。そして積極性に欠けるっていうのは逆に足りない、積極性が足りないということにも関係がありますので、どっちかですね。極端なんです。極端になると逆位置で出ます。なのでその方、目の前に座っておられる方は、まあ、極端な方どっちかなんですね。健康面、このカードはいいカードなので何ら問題はないんですが、あるとしたら老化に対する恐れでしょうというふうに書いてあります。教科書の一番下の方に書いてある言葉ですね。これは健康状態を聞かれた時には、これはもうどんどん良くなるよとか、体力問題ないですよっていう正位置で覚えていただいて、まあ、あるとしたら老化に対する恐れぐらいはありますけどねっていうのは逆位置です。なので何ら問題はないです。8番ザ・ストレングスですね。はい、力です。このカードはいいカードなんです。見ての通りライオンを手なずけている女性、永遠にというようなカードになっています。忍耐強い人なので、この力と書いてあるのはよいしょと持ち上げる力ではなく、ぐっと耐えるような忍耐力を表しています。なのでエンドレスにこのライオンを手なずけることができる、抑えていることができるよというような意味合いのカードだと覚えてください。そっちの方が覚えやすいと思います。でこのカードが出る方は常に忍耐を強いられるような人生になってますので、職業的には忍耐を必要とするような仕事、例えば同じような作業ですね、流れ作業やライン作業を永遠にやるような工場系とかですね、まあ、向いてる。そして、無理は禁物ですよと書いてあるのはアドバイスです。エンドレスって頭についてますが、それは思い込みで、人間は限界がありますよということですね。それをまあ注意してあげてください。もっと分かりやすい方法があります。我慢しているとか、我慢が必要というふうに覚えていただければリーディングしやすくなりますね。で逆位置になったらどうなるのか、
まあ、基本いいカードなんですが、ちょっとね我慢してるっていうと苦しいですから、忍耐力がない、あとは我慢と覚えたら、我慢している状況ですねと覚えたらもう我慢の限界とか、我慢できない、忍耐力がない、そういうふうに見ていただければ全部当てはまると思います。このカードが出る方で健康面、何か耐えてるものがありますね、腰痛とか。逆位置の場合で健康面を見てこの逆位置が出た場合は、それがもう我慢の限界になるよ、なんかちょっと歯が痛かったんだけども我慢の限界になるということで病院に行くとか、そういう状況になります。9番ハーミットですね。隠者、隠れたもの、人物カードとしての意味合いがあります。老人です。そして、職業別だと僧侶とか占い師、哲学者、研究者など、これは隠れたものという意味で、その建物に引きこもって何かをするとか、研究の能力が高いとか、あとは占い師も若干研究とちょっと似てるので、まあ、そういった意味で覚えると分かりやすいと思います。どこかに引きこもって何かをするような仕事が向いてるでしょうというような感じですね。まあ、その職業からも感じ取れるとは思うんですけれども、長い時間が耐えられるような人です。密かに誰も、ね、知られなくてもいいような状況でこの方は力を発揮できるということですね。一番いいのは職業別以外だったら時間が必要というところにアンダーラインか丸をつけておいてください。長い時間です。時間が必要、下の方に長い時間で、このカードの意味合いとしては、この霧がかかった字を、目の前が見えない状況でライトをこう照らしてゆっくりと歩いていくよ、まあ、修行に行くわけですね。こう周りは見えないけれども、ちょっとずつ光を灯して一歩ずつ歩いていくというような感じのカードです。はい。で、恋愛面だと密かに思いを寄せるというような、長い時間密かに思っているよというふうなカードなので、これが周囲の方に出たら、周囲の状況とかに出た場合ですね、周りから密かに誰か思ってる人がいますよということになりまして、本人の状況とかを見た時にこのカードが入っていれば、自分が誰かをひっそりと思っているよというようなカードになります。で、質問事項によってリーディングの仕方が違うので、まあ、注意していきましょう。この辺の逆位置、老人、扱いにくい老人になります。ね、若干マイナスになっちゃいますね。で、あとは隠れた交際、これはすごく清い交際ですね。思い合っている感じです。精神的な結びつきですね。で、あとは短期、長い時間、逆位置で短い時間、短期、短い期と書いてもいいですし、時間が短いと書いてもいいですよね。仕事面だったら長期の雇用が向いてるよとか、あなたは短期の方が向いてますよっていう風な時間を表していたりもします。すぐにとでもいいですね。すぐにそうなるでしょう、まあ、焦ってるとかね。で、あとは恋愛面では隠れた交際もありえますので、まあ、注意深くリーディングしていきましょう。このカードはすごく重要なカードになってます。0から21までの間のちょうど中間点だと覚えておいてください。ホイールオブフォーチューンです。ホイールですね、ホイール、車のホイールを思い出していただきたいんですけれども、まあ、お車乗ってらっしゃらない方はホイールってどこっていうかもしれないんですが、まあ、タイヤの中心にあるなんか銀色の回るやつですね。あれがですね、ぐーって回っている感じで想像してください。そしてこのカード、ちょっとこう人間が写ってないので想像的なカードだということがお分かりいただけると思います。まずは人物カードとしては何もない、そしてすごくいいカードです。そして、現実的ではないカードです。どういうことかというと、これが出たからといって良くなるよとか、まあ、はっきり言えないというような状況ですね。これはですね、太郎さんのタロって書いてありますね。で、聖地の場合、神様の使いがこのホイールを回していますよ、正しい位置に回ってますよ。で、逆位置になると悪魔が上に来て悪魔が回ってますよという風な状況を示しています。なので、神様の使いが回している時はタイミングが合う、ちょうど今という時期です。
逆だとタイミングが合わない。この2つだけ覚えてください、ね、チャンスが来るとか今来てる、今のところで読めば3スプレッドなんかで今のところにこれが入っていれば今チャンスが来てますよというような読みになります。具体的には書かれていません。そこだけ注意してください。あなたにすごくお金のチャンスが来ますよとか、どこにもお金って書いてないので、そこはちょっと言わないでください。チャンスが来ています、何がっていうのは別で占ってください。チャンスが来ているね。で、逆はチャンスが、まあ、来ないって言っちゃうとかわいそうなので、まだっていうふうに読みます。チャンスのカード、タイミングが合う、どちらでも構わないですね。で、逆がタイミングが合わない、チャンスを待て、まだだねというふうに読みます。これだけで十分なので、これはすごくいいカードだと覚えておいてください。11番ジャスティスですね。正義と呼びます。正義そのまま正義って覚えていただいても構いません。正義というのはどこで使うかというと、職業的なもので使いやすいですね。正義感のある職業、警察官、自衛官、何かを守るとか、正義感でやること、消防士とか、そんな感じです。もう一個覚えていただきたいことがあって、まあ、剣はタロットの中でのこのソードっていうのは厳しさを示していますよね。で、ここに注目していただきたいんですけど、これ天秤なんですね。天秤とは2つを測るものですよね。2つを測るものです。ここだけちょっと注目していただきたいんですが、このカードを見てまずは正義と覚えていただく、これは職業ですね。正義の心で2つ測っているというのが正義です。何をっていうのはその人しかわからないんですが、例えば恋愛系、彼は私のことどう思っていますかというような質問でこのカードが出ちゃった場合、彼は悩んでます。2人いい人が出てきちゃってるんです。でも彼はいい人なんです、正義だから。正義の気持ちで2つを掛け持っている、どっちとお付き合いしようかなというふうに考えています。これが逆になると不誠実ね、不誠実な気持ちで2人を測っている、2人同時進行できないかなというふうな感じになってます。なので注意が必要ですね、ここで覚えていただきたいのは正義と2つということ。仕事も2つ掛け持ちでもいいと思いますね、はい、で、これは悪い心で2人を掛け持ってる可能性が高いと恋愛面では覚えてください。で、あとバランスが崩れるカードですね。これバランスの状態がいい状態、こう天秤が均等になっている状態、逆になるとどっちかがガクッと下がっている状態、やっぱりバランスが悪いですね。なのでバランスが崩れているよ、バランスが整っているよ、あとは2つ正義、ちょっとね多いですけど頑張ってください。どういう風に見るかというと、このカードが出た場合、自律神経の方のバランスのことも言っていますので、健康面だと自律神経のバランスが崩れているというような状況になります。この自律神経が崩れてくると精神的に病んでしまう方が多いです。で、自律神経っていうのは副交感神経が自分でちょっと意識的に取れない方ですよね、お風呂に入った時、タバコを吸った時など、この安堵感が足りないというような感じの方ですね。なので神経を張り巡らせている方なので、自分がゆったりできる時間を持ってくださいというのをお伝えしてあげてください。整っている時はいいんです。こう乱れている時がすごく心配ですね。座骨神経痛とかにもなりやすいですね。あれも神経すり減らしているとなるんで、まあなんか医学的には違うという意見もありますが、占い的にはそうなんですね。はい、じゃあこれで終わりますね。次、12番、ザ・ハングの番ですね。吊るされた男、これで正位置なので間違わないようにしてください。吊るされてる男なので逆になってますよね。ここだけちょっと気をつけてください。自分も吊るされた身になって考えてください。吊るされてると身動きが取れないですよね。
まあ、そういうふうに覚えていただきたい。なので身動きが取れない状況でも、それがどういう時なのか、それは恋愛系だと束縛が強い、縛られてるんですね、はい、あとは今は辛抱の時期、この2つを覚えてください。束縛、今は辛抱の時期である。辛抱の時期というのは先が明るいものを目指して頑張ってる時の辛抱です。例えば占いの勉強している今がこの状況、ね、先にはプロとして何かできるかもしれない、人助けができるかもしれない、お金儲けができるかもしれないと思いながら頑張ってやるというような状況ですので、私は悪くは思ってはいません。このカード必要なんですね。得るものがあるからこそあえてやるというような感じです。この聖書の中で吊るされに行くというようなキリストのお話がありますよね。十字架に自ら僕は生まれ変わるために吊るされに行くんだというようなイメージでこれを覚えていただければいいと思います。なのでこの方全然苦しそうじゃないですね。分かってるんです、僕はこのために吊るされてるんだっていうことが分かってるんで苦しくないんですね。逆位置になった時には束縛からの解放、辛抱の時期から抜けるよ、やったっていう風になるんですが、まあ、若干正しい重力になったのでちょっとこうああよかったというような感じで、ただここ見てください、まだ足が縛られたまんまですよね。この状況ではまだ身動きは取れないんです。なので正しくはまだ解放されてないけれども、ちょっと正しいものの見方ができてきたねというような感じです。どういうふうに使うかというと、例えば占いの勉強をしているのはどうでしょうかというような質問で、これが今出てると、あ、今すごく辛抱の時期ですね、今頑張ってらっしゃるんですねというような意味合いになって、でこれが将来に出た場合、もうすぐ6ヶ月以内ぐらいにこの辛抱から抜けると出てますので、6ヶ月以内には占い師になれるかもしれないですね。なれますと断定はしないでください。これはここがまだ縛られているので、まだ半人前です。だけどもうちょっとで抜けるよ、半分以上は過ぎたよということですね、はい、でまとめますと、身動きが取れない状況、束縛、辛抱の時期、これが抜けるよと覚えてください。これはいいカードで、これは辛いので、まあ三角形にしましょう。はい、じゃあこれ最後ですね。ちょっと怖そうなカードのです、13番ですね。これはそのまま死でいいと思います。死か停止を覚えてください。これちょっと見ていただきたいんですが、命乞いをしてらっしゃる方と死神、ここにお姉ちゃんらしき人と子供がいて、ここに死んだ人がいます。なのでこの人は生かすこともできるし殺すこともできるような死神だということを表しています。なのでこの方はお願いしてるんです、この子の命だけはというふうにお願いしてますね。そういう使いであるということを表しています。なので停止、死と覚えていただければ何でも使えます。健康面で死が出た場合は注意が必要です。彼の健康面はと言って、これが結果これが出た時と状況に出た時とは全然違います。病気が発覚してしまって入院して仕事の状況が止まっている可能性もあるからです。なのですごく注意が必要です。これが出たからといってみんな死んじゃうとか必ず死ぬよっていうことは言わないでください。ちゃんと占いをしてから答えを出すようにしてください。そこだけが注意点ですね、はい、停止の場合ですね、仕事面で停止が入っている場合は辞めるか辞めたいと思っているか、ね、突然リストラって言われるかどっちかですよね。この逆位置の場合のこの停止、死、それが復活、回復、再スタート、どれでもいいです。まあ、再スタートと覚えていただいた方がすごくリーディングしやすいので、死か停止、再スタートと覚えてください。
代わりのものを見つけて再スタートするんです。なので例えば離婚して再婚する場合なんですけど、相手の人が例えばお亡くなりになって代わりの人と再婚する。なのでそこまですごく苦しかった状態をこのデスで表してるんですね。すごくどん底に行っちゃったよと。だけど僕はそのどん底から這い上がろうとして再婚しようとしてるんだよというような意味合いがあります。